ナムコ。どうもこんにちは、ナインティナインの矢部浩之です。岡村隆です。出ましたね、岡村さん。ついに出ました、ナイナイの名探偵。どんなゲームか岡村さん、紹介をお願いします。はいはい、探偵ものですからね、事件が起こるわけです。事件？どんな事件ですか？いや、これはやってみての楽しみで。なるほど、どんな事件かはやってみてですね。で、我々が主役なんですよね。そうですよ、そらもう大活躍ですよ。どういう役なのか、ちょっと。いや、これもやってみてのお楽しみで。ああ、そうですか。あ、そしたらもう一つ、他にどんな人が出てるかだけでも。やってみてのお楽しみということで。それもですか？でもまあ、とにかく面白いこと間違いなしですね。いやー、それもやってみんと。もうええわ、全然紹介なってへんがな、これ。待ってくれー。お、岡村さん、あの人はまさか。ミスター遅れ。何しに出てきはったんでしょう。何か言いたいことが。あかん、あの人出てきたら貧乏くさなる、追い出せ。待ってくれ、俺にもなんか喋らせてくれ。どうもこんにちは、藤井隆、隆藤井です。皆さん、僕がこのゲームのストーリーを紹介させていただきます。ナインティナインの2人が探偵となって事件を解決していくお話なんですけど、その事件というのが連続楽屋盗難事件。何者かによっていろんな芸人さんの大切なものが盗まれるんです。いやー、もういやー、怖いでしょ、恐ろしいでしょ。え、僕の方が怖い？あた、失礼ですね。とにかく最後までちゃんと見なさいよ。わかった？じゃあ僕はこれで。
おい、おもろいゲームあるで。ちょっとこっち見、こっち見。わしら吉本の芸人がいっぱい出てるゲームや。こんなもんも見られるんや。カンカンヒットや。カンカンヘッドは男のロマン。これからな、こんなもんもあるんじゃ。よーみー、ポコポコヘッドです。最後はな、これじゃ。どうや、大阪名物パキパキパキや。なんで、わしがここまでせなあかんねん。あー、痛かった。イエーザ円楽寺、皆さん、ごめりんと。どうも、告白ソング山本です。おい、あ、ちゃんと挨拶しろよお前。ああ、うっせえ。なんだよお前その態度。ちょっと一言言っていいか。なんだよ。俺よ、全然似てねえんだよこのキャラクター。そんなことねえだろお前。お前そんなもんだよお前。いや、お前は似てんだろ。他の人もいっぱい出てるけど、お前結構似てんじゃん。いいじゃねえかお前、ちょっとぐらいお前。一生懸命お前書いてくれたんだからさ。一生懸命書いても似てなきゃ意味ねえんだよこの野郎。うるせえ、お前みたいな脇役は似てなくてもいいんだよこの野郎。おい、今なんつった。脇役がうるさいって言ったんだよバカ。てめえこの野郎、俺は主役を食う脇なんだよ。ちょっと開きませんよ。設置ガラスとかあるから危ないですよ。ああ、やってもうた。かっこええな探偵。やっぱりこういうかっこいい仕事もやっていかなあかんな。岡村と名探偵コンビ、うん、ええな。
クル、ミラクルや。なあ、何やってんのお前、さっきからカップラーメンがどこにもねえんだよ。え、さっき作ったやつ豚、おめえ食ったんじゃねえだろうな。俺豚じゃねえよお前、俺のお前今一緒にトイレ行ったばっかりじゃねえかよ。そうだよな、じゃあなんでねえんだ。ねえ岡村さん、さんまさんみたいに僕らも。いやわ、なんでそんなんせなあかんねん。ねえ岡村さん、そんなこと言わんとやりましょうよ。こういうのやったら女の子とかにモテるんですよ。岡村さん頭ええからこういうの向いてると思うんですよ。数々の難問をバッサバッサと切りさばく一人の男、正義の名探偵岡村ってめっちゃかっこいいやないですか。ええな名探偵。おーい、大変だん、なんや。お、なんや、騒いどるで。見に行ってみましょうか、岡村さん。せやな、見に行こう。
こいつが食べようと思って作って置いといたのが、ちょっとトイレに行った隙になくなったんだよ。ちょっと待てよおい、まだ話終わってねえだろうが。のりおちゃんポーン、つったかたつったかたつったかたったった。ちょっとどこ行くんですか、待ってくださいよ。
ございます。おはようございますってなんでひそひそ声なんですか。勝負だ。ゲーム？ゲームで勝負ってなんでやねん。よっしゃ勝負や。うわ、オッケーしよった。おかしいわ、二人とも。岡村 vs 山本射的ゲーム大会。負けないぞ。ってどうでもいいけど、こんなことやってていいんですか。
Thank you.